ビヨシチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。やってまいりました、皆さん、夏でございますよ。クソ暑いそうですね、毎日ハイボール飲んでんじゃないですか。飲んでんじゃないですかね。休肝日も必要ですよ、皆さん。本当に、はい、ということでねはい、本当にってはい、そういうことで、はい、夏といえば、はい、ハイボール。夏といえばハイボールですよ。でしばらく前の動画で、うん、私がハイボールにおすすめウイスキー5選、はいはい、やってましたね。確か2000円以内みたいな、なんか上限付きだったよな、一応。なんかいろいろ縛りをつけたんですよ、スコッチとかね。でもほら、お盆は、夏休みはみんなこうボーナスで出るじゃないですか。そこはね、あまり関係ないんですけど。そう、違うか。夏に飲みたいってちょっとなんでしょうね、フルーティーさとかさ、柑橘系、うん、柑橘系、あー、いいですね。なので柑橘系のおすすめウイスキー5選、柑橘系っていうか感じ方がですよ、感じ方ですよ、人それぞれなんでね。柑橘入ってないよとか、そういう話はなしで、なしで、はい、行きましょう。だっていろんなもの入れたらウイスキーの定義外れちゃうんで、はい、はい、ということで、じゃあちょっと選んでみたいと思います。数ある、今までね、我々ね、なんだかんだ300本以上飲んでますから。あ、なんで一応飲んだ中にしよう。オッケー、飲んだ中で。飲んだことないのはさ、おすすめはできないんでね。そうだね。私が選んだ第5位はこちらでございます。シャギーン、ジョニー・ウォーカーのなんだか知らねえオレンジ色のやべえやつこれ一応日本未発売じゃなかったでしたっけ。ドン・キホーテに今売ってるんですけど、アメリカのケンタッキー州で一番最初にリリースされたっていう。そうですね、なのでアメリカ人向けに作られた。そうなんですよ、あのジョニー・ウォーカーオレンジ航空なんだかってあったよね、はいはいはい、そうなんですよ。これ実はこの原液そのままでもかなりオレンジ柑橘系感じられるウイスキーで、まあ、手に入れたなら、まあ、飲んでみてほしい一本かなと思うんですけど、なぜ5位かというと、はい、ブラックラベルより高い。同じぐらいじゃなかったでしたっけ。3500円オーバーなんです。そんなしました、うん、3000ぐらいのイメージ。並行輸入なんですよ。はい、だからもう足元見れるんですね、きっと。そんなことはない我々これドン・キホーテで買ってるんでドン・キホーテさんそんな高くなかった、第4位でございます、はい、こちらでございます。意外や意外、ラベル5です。こちらは山屋さんにいっぱい売ってるやつですね。いや、どこでも売ってるわなぜこれが4位かというと、はい、ストレートロックは違うんですよ。ああ、全然違う、うん、もうどっちかといえばモルト強いんですよ、結構、うん、ただハイボールにしたときに夏パーンってくるんですよ。夏パーンくるんですよ。だそうです、皆さん。パッケージに騙されてるけど意外とうまい。まあ、意外と確かにこう柑橘系な感じしましたもんね、うん、炭酸が弾け飛ぶウイスキーでは僕一番好きかも。中盤3位、はい、3位選んだ理由、はい、意外と手に入る、はい、みんながウイスキー好きが納得する、はい、値段安いよし、はい、これです。皆さんご存知、プルルルピシバスカーグリーンラベルです。あ、まあ、ハイボールといえばって感じですよね。もうハイボールの今ね、多分2022年始まってこのバスカーグリーンラベルはハイボール多分今ナンバーワンだと思うんですよ。これ日本に入ってきてから確かに大騒ぎになりましたもんね。大騒ぎ、めちゃくちゃうまい。しかもいろいろあるじゃんか、4種類ぐらい増えてるけど、いろんな色ありますね。あるけどバスカーってもうこれよ。俺はね、一択このバスカーグリーンラベルはザ・ハイボールだ。まあ、ハイボールはこれって感じしますね、うん、夏じゃん、色がそこというわけで3位でした、はい、ここからはナポさん、うん、ナポさんの選択次第では叩かれるよ。いや、いいよ、届けおい、届けということで、私が選ぶ、夏に美味しいフレッシュなウイスキー第2位、はい、こちらでございます。これで批判されたらよ、メーカーも批判されるべきだと思う。まあ、これは間違いないな。こちらでございます
ブシュモンキーショルダー、はい、モンキーショルダーでございます。はい、皆さんこのパッケージ、オレンジですよ、オレンジですよ皆さん。なんかその選び方は安直すぎる気がするけど、でもこのモンキーショルダーさ、このパッケージも書いてる通り、ほらすごいでしょ、うん、ロックとかもう加水して飲んでください、シェイクして飲んでくださいとかっておすすめの飲み方もたくさんあるんですよ。まあ普通にストレートでも美味しいですけどね。美味しい美味しい、うん、このモンキーショルダー選手意外とね、はい、ザ・ハイボールで、これ薄めのハイボールうまいですよ。薄めのハイボール、薄めのハイボール、おすすめは薄めのハイボール、薄めのハイボール、はい。気になる1位は、はい、じゃあ気になる1位ご紹介したいと思います。ドゥルドゥル、これね、分かれると思う意見。いや、私が選んでないんで何とも言えない。僕らが何らかの300本飲んできた中での1位、まだお前らそれ飲んでないうちだよって言われるかもしれないけど、はい、300本飲んでの1本ですから、はい、我々と言ったらこれでございます。はい、リアシチャンネルの夏と言ったらそれかよ。こちらでございます。プシーン、輝くレッドヘッドメーカーズバーク。これのハイボールは、おう、もうだってさ、バーベキューってアメリカ文化じゃん。バーボンって、はい、私思うんですよ、それこそケンタッキー州でございます。もう肉文化ですよ、ケンタッキーなんて。すいません、はい、すいません、はい、いつの間にかバーベキューに合うハイボールになってますよ。バーボンってさ、はい、しっかり樽で熟成されてるし、うん、で味も濃いじゃないですか。そうですね、うん、肉料理で合う夏はバーベキューだということで、以上5選が肉料理に合うハイボールだそうです。でも意外とハイボールの比率によっては柑橘系になるから、柑橘系が合うということでね。七三、七三がいい、七三。はい、ということで皆様、これがナポさんの選んだ5選でございます。そうだ、叩くなら叩け、いつでもいつ何時何プチでも相手になっちゃう。すみませんでした。ということで皆様いかがでしたでしょうか。今年の夏休みはこの5本で決まりということで、ぜひぜひ楽しい夏休みをお過ごしください。それではまたお会いしましょう。蝶の街。